哀れな村人よ、魔法に縛られた人々を決して殺めてはならぬ。ただしザロックの衛兵たちは別じゃ。やつらはザロックの命により何かを探しているのだ。ここにあった十字架は市長に持ち去られてしまった。代わりの十字架を見つけ教会に戻すのだ。見つからなければダルク様の怒りに触れるのだぞ。
ガロメアの歴史第一課。今からそう遠くないガロメアの暗黒時代、王国の支配を目論む妖術使いザロックをペリグリン王が阻止した。元は王の魔術師であったザロックだが、人の屍を使って奇妙な実験を繰り返し、ペリグリン城の地下深くでは死者たちがうごめくようになった。そして王の怒りを買ったのである。死者とは敬うものだ、奇妙な術でもてあそんではならん。ペリグリン王はそう言い放ち、ザロックを城から追い払った。ザロックの率いる生ける死者たちは皆攻め滅ぼされたが、執念深いザロックは姿をくらまし、王への復讐を誓ったという。ガロメアの歴史第2巻。ガロメアの各地に恐ろしき噂が流れた。ザロックが暗黒の魔物たちの力を借り、巨大な城を作ったというのだ。そしてザロックの闇の軍勢はある時、闇夜に紛れて邪悪な城から出撃した。彼らは銀の山脈を越え、銀の森を突き抜け、やがてパンプキン谷までもがザロックの手に落ちる。ガローズタウンの民は助けを求め叫んだ。ペリグリン王、お救いください。王はすぐさま徹底的な反撃に転じ、フォーテスク教の率いるペリグリン王の軍勢がザロック軍をガローズタウンから退けた。人々は歓喜の声を上げたが、戦いはまだ終わってはいなかった。ガロメアの歴史第3巻。ほどなくしてザロックの軍が平原を攻め取ったという知らせが流れ、緊張が走った。ザロックがここから西へ進撃すれば魔法の森を狙えるからである。そこは決して悪の魔術師に渡してはならない神聖な地であった。フォーテスク教は再び王の軍勢を率いて悪魔の討伐に向かった。だが狡猾なる魔術師の待ち伏せを受ける。これこそが史上かつてない大合戦の幕開けであった。戦局はザロック軍の優位だった。しかしたった一人の英雄、フォーテスクの獅子奮陣の働きがそれを変えた。彼は生ける死者の中に突撃し、ザロックを守るカードク卿を討ち取った。そして深手を追いながらも見事な剣の一振りを持って裏切り者の魔術師を倒し、とうとう自らも力尽きたのだ。ガロメア旅の手引き第2部。謎を愛する冒険者の方はガロメア歴。ガロ。
ここにあった十字架は市長に持ち去られてしまった。代わりの十字架を見つけ教会に戻すのだ。
の欲深き市長を捕らえよ。奴を地下牢に連れて行き、そこで厳しく絞り上げてやれ。そして悪魔の像を見つけ、持ち帰ってくるのだ。ここは暗黒の魔物たちが善と光の世界から封印された場所。たとえ勇者といえど足を踏み入れることは許されない。唯一悪魔の像を手にした者だけが入ることを許されるが、誰一人として封印を解き放つことは許されないのだ。命が惜しければ足早に立ち去れ。フォーテスク教よ、暗黒の紋章を手に入れよ。あの邪悪な秘宝があれば暗黒の魔物たちの領域を通れるかもしれない。
汝は呪われし封印を解いてしまった。再び混沌と破壊が世界を支配し、悲しみが世界を覆うだろう。すでに忌まわしき者たちはピリグリン城へと向かった。これでガロベアもおしまいだ。それもすべてそなたの仕業。己の罪深さを呪うがよい。